トイックの結果でございます。どうなるのか行きましょう。結果はこうなりました。さあ、で始まりました。マテツチャンネルです。さあ、いよいよやってきました。この時が。はい、届きましたです。トイックの結果でございます。第298回か。この間300回でしたからね。の結果、やってまいりました。はい、水色の服です。久しぶりに。いやー、来ましたね。果たして100いけんのかっていうわけですよ。100回目の満点。見直したら動画、なんかリスニング結構むずくてやられたみたいなことを言ってたね。リーディングができたんじゃないかなみたいなことは言ってましたけど、果たしてどうなのかね。見ていきたいと思います。いよいよですよ。この発表をやって、もうだいぶたくさんやってきましたけど、今までもね。その中で一番緊張する回となっております。全部満点ですよ。もちろんここにあるのが全部じゃないんですけど、まあ、韓国で受けてたやつとかは、紙で受け取ってなかったりもしたんで、いよいよです。ね、まあ、昔はね、満点のね、下に並べたりとかね、そういうね、企画もやったりしたんですけど、いよいよです。行きましょう。まあ、今はね、トイック年13回もあるからさ、受けんの、取るの簡単ですけど、昔は6回とかだったわけだからね、トイック。で、アメリカ行ったり、カナダ行ったりして、アメリカ、カナダは毎月あるので、それで回数稼いだりもしましたけど、さあ、どうなるのか。行きましょう。はい、十何年の戦い、いよいよピリオドが打たれるじゃないですけど、記念の回となるのか、もしくはこれでダメでしたってなってまた来月発表ってなるのか分かりませんが、やってみたいと思います。あー、やだ、いやー、やだ、緊張する。おー、なんか出ました、宣伝がね。はい、いつものやつと、そして10月19日はトーイックの日だそうです。はい、もうオフィシャルが認めましたね、トーイック。インスタ、ツイッター、YouTube ではなんか模試やるんだ。へえ、そんな風になってんだ。ああ、なんか基礎のねやつも出るそうですんで、さあやろう。まあ、まずね、見えないんですよこれ。あ、そっか、初めて紹介しましょうか、どういう風になるのかって。で、ここが見えなくて、アビメがねちょこっとだけ映ってるだけで見えないんですよ。で、ここをじゃあひっくり返しても、でも住所とアビメの下の部分があるだけなんで、そこをこう住所の部分を折るんですね。折って、でそれをさらにこう中に一回折れば、これで点数を見ないでいつも私がこう発表してるやつが完成したんです。はい、でここにやれば、あの、生年月日を隠せるとかもね、もうね、位置が分かってるんですよ、体が。バッチリですよ。今ので絶対に住所のところ折れて、生年月日のところに指が入ってるっていうのがもう分かってるんです、体で。それぐらい、これ、何度もやってきました。今まで、どれだけ、この、発表してきたか。ね、ダメだった回も何回もありましたし、100、いくのか。結果は、こうなりました。います。取った取った100回目取りました。はい、298回ですね。4月24日、990点でございます。ということで、100回やったー。ということで、はい、100回目の満点を取ることができました。念願ですよ。うわーってね、こう、みんなもう多分おめでとうのこう、アクチがプレミア公開で流れてんじゃないかなと思うので、ということで、じゃあ、明日記念ライブやりましょう。はい、日曜ね、誰か来てくれる方いらっしゃいましたら、はい、ぜひ来てください。はい、ということで、行きましたよ。じゃあ、アビメ、行きましょう。リスニングやられたって言ってたやつね、正答率どうだったのか。はい。ああ、やっぱやられてますね。はい、あ、はいはい、あ。93、95、98、93ってめちゃめちゃ限定されてるじゃないですか。それでも495出たんだ。この下と関わって、これ5番目のやつですね。5番目のやつが関わってはいるんで、上のと連動してるんで、そう、だからこれめっちゃ間違えてるように見えるけども、この上の減ってるのと連動してる問題があるって感じです。いや、難かった。やっぱリスニング相当大変だった。そしてリーディング。
あ、100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 、
あったと思う。本当に解いてる時にはもうこれ完璧だなっていうふうに思ったんで、100回目いけるだろうなという自信はありました。あったけど、リスニングやっぱめちゃめちゃやられてたね。リスニング、わかんなかったなみたいなのあったけど、こんなにやられてたとはね、思ってもいなかったな。まあでもよかった。無事に。取れました。取れた。よかった。今、このサブチャンネル募集しましたけど、この100回目取ったんで、企画募集します。はい。この100回目の満点をどうすればいいのか。ぜひ、お願いします。何した方がいいよ、これやった方がいいよっていうのがですね、あったらお願いします。自分もね、ちょっと悩んでますので、会期ね、なんかやりたいなって思ってますんで、はい、まあ明日は、じゃあ記念ライブやりますけど、それ以外にもね、はい、ぜひとも企画お願いします。これやったらいいんじゃないのみたいなのがあれば、はい、すごく助かりますので、お願いします。アイディア待ってます。でもすでにね、100回記念を送ってくれた方いらっしゃいますので、そうですね、100回記念の時に届いてるようにって言ってプレゼントをくれた方いらっしゃいますので、おお、すごい、びっくりした。森テテトイック990100回ノートです。すげえ、ありがとうございます。作っていただきました。すごい、こんなノートが。ハッピートリックトゥユーって書いてますね。満点100回達成おめでとう。わ、色もちゃんと水色ですね。これは何でしょう。カリフォルニアの豪邸に引っ越しても使って、豪邸に引っ越すかは予定は特にないですけど。すげえ、ベアーだ。見て。満点、ベアーです。ありがとうございます。同出資、早稲田合格塾の方へお送りください。よろしくお願いします。やった。こんな風に撮れたとはね。いやー、長かった。で、そうでしょ、慶応にいた。まあ、3月に撮ったからね、最初のやつって。だ、慶応にいた時だよね。で、そっから東大行って。でまた東大でもこうね、満点講師としてやってたけど、なかなか取れなくてね、そうエッセンスっていうところでね、はい、満点の講師しかいないところで働いて、で毎回点数が張り出されてたんでね、そこでなかなか満点取れなくて苦しい思いもしてね、あ、やっぱりかなり運要素高いんだなって思ってたんだけどね、そう英語の実力足らないわってなって勉強してね、レベル上げて、まあやっぱり2度目の留学でドカンとレベルが上がった感じですね。毎日英語を使う生活だったんで、アメリカ留学して戻ってきてもずっと使ってる、で東大にいる間も使ってる、そしてまたアメリカ行って使って、カナダ行って、で韓国行ってもしばらくは英語の生活だったんでね、毎日それがすごく大きかったと思いますけどね。はい。ガンと英語力をね、上げたっていう感じですね。もうだからマークミスとかね、すごく多い性格なんで、よかった。達成した。はい。応援してくださった皆様のおかげです。今までのね、ことが蘇ってきますね。その、まさに満点のね、紙を見たってさ、様々な場所が書いてあるわけですよ。住んでたところがね。あの時はこんなんだったなーとかね。こういう生活だったなとかっていうのがすごくね、思い出されますね。またまたこれからもまあね、日本にいる限りは受けていきますので、いや思い出されますね。はい、ご視聴ありがとうございました。